院長、生誕ライブでのご結婚おめでとう発言はどういった心境から出たのか、差し支えなければ教えてほしいですということで、呼び込み行きましょう。おい、かえりちゃん、ご結婚おめでとうございます。違う、え、どういう心境それ。いくら、まあ、普段私は一切こういうお話のやつは拾わないんですけれども、ちょっと今日は、今日だけは喋らせてください。いやー、よかった、マジでこれ。あんたたち何年目よ。3年半で初めてってどういうこと。やっとかよ。いや、わからん。やらなかったのは3年半前の若かりし頃のメンタルが弱かった、脆かった私のせいなのかもしれない。私は基本水で済ませる人なので。え、リー先輩が院長と11時半からデートって、まえ、ちょっと、もやっとした。なんで？どういうこと？本当に？え？なんで？本当に？え？嘘！私聞いてなかった、そんなの。いいよ、私もちゃんと院長とコラボしたことあるから、今度は凛先輩とやってもらいます。待って、もう心が痛い。なんでこんなに痛くなるの？これが嫉妬ってやつなのか。いいよ、私はヒロインレース負けてるからいい。もう、なにこれ。部下でも忘れてまうよ。別に水沢のことなんて好きじゃなかったからいいよ。何このクソザコメンタル。つら。仕方ないよ。カエミトじゃない。リンミトが正規ルートだから。正規ルートを私は応援します。なのかもしれない。私に気を使ってこの二人は今までやってなかったのかもしれないとも思ったぐらいに、よかったわ。もっとやってほしいって思った。リン先輩があんまり歌が得意じゃないからっていうので、なんかアコースティックは今回しなかったらしいんですけれども。見たかった私。リン先輩歌ってよ、もったいぶるなって。もっとやったらええのに。ってぐらい良かった。めちゃくちゃ良かった。なんかリハーサルの時に二人でなんか、向き合う？背中で、背中と背中で、ここの歌詞から向き合うみたいな話をしてて。